続きまして、忙しい中、今日駆けつけてくださいました、ドイツ文学翻訳者の池田佳代子さん、それからしおりさんにお話ししていただきます。はじめまして。ママです。ハラです。二人合わせて、ママハラです。ママハラシスターズと言いたいところなんですけれども、44歳年が離れてるので、ちょっとシスターじゃなくて、おばあちゃんと孫っていう感じなんですけれども、なんで私が今日、しおりちゃんとここで、今日初めて会ったんです。なんでしおりさんと一緒にここに立っているかというと、しおりさんは、4月から東京の大学生になられたんですけど、その前は名古屋で高校生してたのね。で、高校生してた時に、浜岡の原発止めてほしいということで、菜の花を持って中部電力の本社行って、それを置いてこようっていう、そういうの、言い出して、それでやった人です。後で、本人からいろいろ、説明があると思いますけれども、私もそれがすっごくいいなと思ったので、今日は、菜の花を、私としおりさんといっぱい持ってきて、この集会を、菜の花ジャックしちゃおうということで、やってきました。なぜ、菜の花かというと、菜の花は放射性物質を土の中から吸い込むのだそうです。それで日本の NPO がチェルノブイリを一面の菜の花畑にして、でしかもその菜種油が取れますよね。でそれをそこには放射性物質は溶けないので、燃料に使えるんだって、車走らせてるんですって。それで、あと、ひまわりもいいんだよね。ひまわりもいいみたいで、夏になったら、まあ、夏まで続いちゃったとしたら、ひまわりでやろうかなと思ってます。で、今は春なので、菜の花で、いいかなと思ってやりました。でも、本当に油には放射性物質が混じってこないのか、私はよく知りません。でも、少しでも、効果があるというものは何でもやっていくべきだろうと思います。3.11 以降、私たちの命はうっすらと軽くなりました。しかもこのうっすらにはとっても不公平なところがあって、年上のものより年下になればなるほどその影響が出るんですね。私よりもしおりさんにの命が軽くなってるわけですよ。菜の花やひまわりを放射性物質で汚されてしまったところに撒いたり、それを刈り取ったりするにも、やはり被爆の危険はつきまとめます。私は今からがんになったって、20年後にがんになったって、もう平均寿命なんです。もしか、高齢者、私高齢者として言います。高齢者が、そういうところに入っていって、菜の花やひまわりを栽培する、そのようなシステムを作ってくださったら、私もぜひぜひ、菜の花やひまわりをそこに行って、栽培し、子孫のために、しおりさんの世代のために、大地をきれいにして引き渡したいと思います。それは私たち、年長の者の責任です。私が原発ずっと反対だったなんてね、今言ったってしょうがないんです。菅首相は第三の開国って TPP のこと言ったんですよね。もう私たちみんな忘れちゃいました。でもね、第一の開国って、日米修好条約ですよね。修好友好条約。これはもう本当にすごい不平等条約で、もう植民地すれすれでした。
第二の開国とあの方が言ってるのはサンフランシスコ条約。日本は占領されました。それで言うと、311は第三の開国じゃないけど、第三の私たちの、もう、焼け野原。こんなこと、こんな時を迎えるとは思いもよらなかったけれども、ここから私たちは何でもできることをして、やっていかなければならないと思います。サンフランシスコ条約、あの戦争に負けた時に私たちは民主主義を手に入れたと思い込んでいた。でも、エネルギーデモクラシーは私たちの手の中にはなかったんですね。第一、第二のその敗北の時にも、その敗北の調印をしたのが旧体制でした。でもその後に、すごい政治、社会、文化の大改革、革命のような大改革が起こりました。今、政権交代したって、やっぱり原発推進です。この体制側が、舵を切って、その後に私たち、その後に大改革を起こすのは、革命に比すべき大改革を起こすのは私たちです。2回やったことは、3回ありますよ。そして、こんな素敵なね、若い世代がいっぱい出てきている。私こんなにじゃたくさん喋るんじゃなくて、しおりさんにいっぱい喋ってもらいます。もうやめます。しおりさん、お願いします。ありがとうございました。はじめまして、名古屋で高校生やっていて、今、東京で大学生になりました、関口しおりと申します。高校の友達と本当7人ぐらいで、最初は中部電力さんに申し入れに行って、で、その後パレードをちょっとして、で、その時に菜の花をたくさん家に生えてるよっていう方がいたので、それをじゃあプレゼントしようということになり、ちょっと休みの日だったので、シャッターを置いてたんですけど、そこに菜の花を、送ってきたのを、池田さんが、ネットで知ってくださって、菜の花革命とこれを名付けて、ここから全国に広げていこうっていうふうに今やってます。私は今、本当大学始まって、正直、新刊コンパとか、いろいろ楽しいことも本当にいっぱいあって、なんか、なんでそんなことしてるのとか、よく言われるんですけど、やっぱり福島原発の原発震災とかを受けて、原発について改めて考えると、やっぱり誰かが被爆しなきゃいけない、誰かを傷つけなきゃいけないエネルギーって、やっぱりおかしいんじゃないかなって思っていて、エネルギーにも、愛をじゃないですけど、ハートのあるエネルギーを、なんかこれから、やっぱり誰かを責めるんじゃなくて、私たちもエネルギーを使ってる自分も iPod とか聞くし、パソコンとか使うし、レンジでご飯温めるし、そういう、自分たちが使っているものだから、それがどういうものなのか、ご飯温めるだけで、実は誰か被爆させてるかもしれないって、まあちょっと言い過ぎかもしれないですけど、目に見えないところで自分が何か影響を与えているっていうことを今回知って、やっぱり原発はやめたいなと、せめて、もう二度と、私、その福島から逃げてこられた方とも実際お話ししたんですけど、もう二度と同じようなことを、同じような思いをする人は作りたくないと、本当に思ってます。で、なんか話がぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、まあそんな感じで、ハートのあるエネルギーをこれから私たち一人一人が、まあ専門家に任せるとかじゃなくて、自分でこういうのを使いたいと、まあ選べる社会に変えていく、そんな一歩二歩がなればなと思っています。よろしくお願いします。おめでとう。ありがとうございました。カンパご協力ありがとうございます。袋を集めて、くださってる方、こちらに、回収しますのでお願いします。続きまして、主催者の方からお知らせです。高木さん。高木さん。
ブルトムールなんていらない東京の高木さんです。はい、皆さんこんにちは。ブルトムールがブルトムールだけでない東京の高木です。今日の、配布、チラシですが、ここに4月24日日曜日、2週間後ですけども、さらにですね、大勢の人に集まってもらって、もう原発はいいと、脱原発社会へ突き進むと、それ以外の道は私たちには残ってみなさい。ぜひですね、今日は浜岡を焦点にします。次は全てです。全ての原発を止める。そのために今日これから周囲の人にぜひ声をかけてください。表明ください。この広場では入りきれない、そんな集会とデモぜひしたいと思います。よろしくお願いします。すみません、先ほど私が言った中で間違ってしまって、水面域が深さ12メートルと言ったそうです。深さ12キロメートルです。何かそれを上げ足に捉えてしまう可能性があるとご忠告いただいたので訂正させていただきます。失礼しました。頑張ってください。よろしくお願いします。2時出発です。前の方からどうぞ入ってください。で、5人隊列です。お願いします。いや、これ YouTube でちょっと解散するスピード見てください。その東海地震の震源域の真上で今も稼働しています。東海地震は明日起こるかもしれないと言われている地震です。その真上で果たして浜岡原発は無事でいられるかどうか。Oh.